トゥン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 。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、うわただよ。本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、ファミリーマートより、2020年8月18日に発売された、メロンクッキーシュー。本体価格156円、税込み168円。こちらをご紹介したいと思います。こちらは、全国、ただし沖縄県を除くとなっております。爽やかな見た目のシュークリームです。赤肉メロンピューレを使用したクリームに果肉に見立てたゼリーを合わせました。クッキー生地のザク食感とゼリーのプル食感が感じられるシュークリームです。こちらをご紹介したいと思います。デザーモン、メロザク、ザク食感、プル食感。さあ、チョコレートコーティングにゼリー入りの赤肉メロンクリームが入っております。1個あたり238キロカロリー、炭水化物は 29g、 糖質が 28.4g、 植物繊維が 0.6g の目安です。洋生菓子となっております。アレルゲンは卵、乳成分、小麦、アーモンド、大豆となっております。内容量は1個です。そして製造者はテザス・ランドソンとなっております。開けていきたいと思います。さあ、こういう感じです。ではちょっともう一口でいきたいと思います。ではいってきます。ほら、なんかゼリーが入っております。ゼリーのメロンクリームが入ってます。うん、結構外側が甘めで、うん、そして中のこのメロンクリーム、メロンパンに見立ててるっていうところがまた面白いですね。読んで、うん、周りが甘くて中がメロンたっぷり、メロンクリームね。こういうなんかザク食感の中にこうプルッという食感、こういう食感がタブレだっていうのは面白いなと思いました。ぜひこのメロンクッキーシュー食べてみてはいかがでしょうか。この動画が面白いなって方はぜひチャンネル登録、高評価、関連動画も見てくれればまた喜びます。ではじゃあね。